こんにちは、ドクサーキャラバンの岩佐浩一です。今週も DC ウィークリーレビューをお伝えいたします。2021年2月1日ですねのドクサーキャラバンの記事 DC ウィークリーからニュースをお伝えいたします。はい、なんですけれども、ちょっとトレイルランニングのニュース、非常にレースのニュース非常に少ないですね。はい、国内でもですね、緊急事態宣言は当初2月の7日までという期限だったんですけど、週末あたりからあと1ヶ月は延長されるんじゃないかとですね、10都府県ということですね、というお話出ております。いつものおまけのコーナーですね、先日ちょっと私行きそびで行くことできなかったんですけれども、九州の熊本県玉名市の正代アドベンチャーマウンテンの話題、ちょっとまた少しお話ししたいと思っております。はい、というわけで、最初はいつも先週末の大会の結果をお伝えしてるんですけども、ちょっと私見る限りトレイル関係のレースって結果がなかったので、開催されていなかったので、今週末開催のイベントからお伝えしてまいります。はい、まずはザ・コースタルチャレンジですね。こちらは南アメリカですね、南米のコスタリカって中米だったかですね、失礼しました。コスタリカで開催される6日間のステージレースですね、こちら合計 230.5 キロ、累積獲得高度が 9543m のバーティカルゲインというステージレースでございます。まあ、例年ここ何年かですね、国際的な海外のですね、トップ選手が集まるレースとしてちょっと注目度高まってきてたと思うんですよね。今年もですね、開催されるそうでございます。ですね、スタート時間を30秒おきにスタートする、まあ何ですか、タイムトライアル形式、こうスタートのタイム時計をスタートしたところからゴールまでの時間で、リーダーボードを並べ、後で時間を測って並べ順位を決めるという、そういうこととかですね、新型コロナウイルスの感染防止策をこう講じた上での開催ということだそうですけれども、開催されるということでございます。2月の6日の土曜日にスタートして、12日の金曜日までイベントは続きます。はい、そして、土曜日日曜日に6日7日に開催されるのがロッキーラクーン100ですね。こちらアメリカテキサス州の100マイルと100キロのですね、トレイルランニングのレースでございます。20マイルのコースを5周するというコースで、かなりこうフラットなコースだそうで、走れるトレイルということですね。毎年この年の初めの、ね、シーズン初めのアメリカのこう100マイルレースとして注目されております。まあ、このレースもですね、新型コロナウイルスの対策をした上で開催という発表がされております。国内でも大会ございます。そちらの、トレイル三昧ということでございます。静岡市の日本平で開催されるイベントでございまして、毎年恒例なんですけれども、土曜日にトレイルランニングのレースが行われて、日曜日はロゲーニングのレースということですね。オリエンテーリングの、ね、こう大活躍の皆様方が静岡で開催される大会なんですけれども、まあ、今年はまあコロナウイルスの中なんですけども開催されると。ただまあ静岡県外、県の外から参加することは見合わせてくださいというアナウンスが発表されております。ということで、以上の3つが私の見た限りでは国内外で開催されるイベントで、一方で中止延期の大会はご覧の通り、ナインドラゴンズウルトラ香港ですね、50マイルと50キロが1日目2日目とそれぞれ開催されて、それぞれのまあレースの他にこの両方のタイムを合計して、まあ2日間のステージレースというようなこう体裁でも行われるレースということで、最近ここ何年かね注目されていました。あとは2月7日日曜日は高熊山ピークハンドトレイル、こちらは鹿児島県ですね、38キロと15キロのレースが行われるんですけれども、まあ、緊急事態宣言が出ている地域あるということで、この週末ではなくて2月7日ではなくて3月21日に延期ということがアナウンスされております。そして OSJ 奄美ジャングルトレイルですね、こちらもまあ2009年から
開催されている、まあ、早春のこう奄美大島で開催されるイベントなんですけれども、今年はキャンセルということになっております。 OSJ のシリーズ戦の開幕戦としていつもね、行われてたんですけども、今年のシリーズの OSJ シリーズの開幕、 OSJ トレイルランニングシリーズの開幕戦は3月ですね、3月27、28の新城ということになっております。ということでございました。番組後半のコーナーです。正代アドベンチャーマウンテンということで、またちょっとお話したいと思いますけれども、先週ですね、この正代アドベンチャーマウンテン、行けなかった、17日に開催予定の大会に私が行けなかったんですけれども、まあ、ちょっとせっかくなのでということで、大会の事務局長の椎山総一郎さん、あとコースディレクターであり、まあ、世界選手権、トレイル世界選手権とかでね大活躍されている、まあ、アスリートでもある荒木浩太さんと、お二人とですね、このポッドキャストの収録させていただいて、そのエピソードも実はこの、ね、2月1日の月曜日に公開させていただきました。ぜひ聞いていただければと思います。でですね、まあ、私もちょっと行けなくて残念だったなと思ってるんですけれども、まあ、ちょうどですね、それを心をこう、こう、おっしゃかっていただいたかのように、大会の方からですね、参加賞をちょっと送っていただきましてですね、ちょっと週末になんか確認したり、あといただいたものをちょっと食べたりとか、いただいたりとか、味見させていただいたりとかしましたので、その様子をちょっとこの後、この動画でご覧いただければと思います。送っていただきました。これですね。正代アドベンチャーマウンテン、椎山さん、荒木さん、ありがとうございます。ちょっとね、参加賞もいただきましたので、ちょっと皆さんと一緒に見てみたいと思います。ビブ、ありがとうございます。191だったんですね。幻の。というか走れなかったんですけども、ビブいただきました。くまモンのクッキーいただきました。くまモンアニバーサリークッキー10周年なんですかね、人吉市のトレアさんのクッキーいただきました。クッキーいただきました。アニバーサリークッキーありがとうございます。これは、はい、玉名市の菊水堂さんの長者まんじゅういただきました。金栗志蔵さんのゆかりの地ということで、中身はこうカイロですかね。はい。浦島海苔、くまモンのふりかけ、うまかかつおいただきました。そうなんだ。熊本県内で製造されてるっていうことなんですね。じゃん、来ましたよ。ああ、玉名ラーメン。荒木さんがぜひ試してほしいとおっしゃった玉名ラーメンですね。濃厚骨、豚骨スープと、もちもちの中華麺に香ばしい焦がしニンニク効いてるということでございます。はい、できましたよ、玉名ラーメン。これはたまなラーメンいただきました。スープのこう匂いはまあそんなに割とこう普通にいただけたかなと思いますけれども、ただ荒木さんの話によれば、なんかお店の前にこう通るだけでもうそれと分かるっていうふうにおっしゃったんで、本場のお店で食べるたまなラーメンっていうのはもっと強烈な、濃さのラーメンなんじゃないかなと想像してます。ぜひね、たまなに行って味わいたいなと思ってますけれども、楽しみにしたいしています。というわけで、正代アドベンチャーマウンテン、ちょっと行きませんでしたけれども、ぜひ機会見つけてレース行ってみたいと思います。リブもまたいただけるように頑張りたいと思います。というわけで DC ウィークリーレビュー、今週もすいません、話題少なくて恐縮ですけどお送りしました。あとそれからですね、最近、先週から大流行中のクラブハウスですか。クラブハウスの方でですね、ちょっと私やら、あと準レギュラーというふうに私が呼ばせていただいているともやさん、ナミネムさんとの、こう、ルームを作ってですね、日曜日の朝になんかちょっとお話ししたりもしていますので、なんか、岩さんの名前かなんかで検索していただけたら、出てくると思いますので、
もしよろしかったら聞いてみてください。そして感想もお聞かせください。というわけで DC ウィークリーレビューをお送りいたしました。また来週お目にかかります。